さあ両方とも佐藤いじりなチーム名となっておりますね。佐藤のプレー甘いのか、それとも佐藤はまだ時代遅れのプレイヤーではないのか。なぜか甘いと言ってる側に佐藤さんがいるんですけれどもね。じゃあまあ揃ったみたいなんで、もう早速始めちゃってください。さあ、なんか YOSHIKI さんがなんかチラッとなんか相手チーム何出てくんのみたいな感じでチラ見をして、ちょっと卑怯なことしてましたけど、どうなんですかねこれ。さっきからちょろちょろと身内戦でなんかそういった事態が起きているようだけど、ちょっとなんか順番とかぐちゃぐちゃにするのもね楽しみの一つなんでね、そういうことしちゃダメだよ YOSHIKI さん。 YOSHIKI さん聞いてる？ダメだからねそういうの。さあキャラ選択の方は終わってそろそろ始まるようだ。さあ準決勝第2試合注目していきましょう。ザコルギス対マサゼータ、視点の方は、じゃあ次は、ゼータでいきましょう。中山君うまくお互いシールドで覚醒を貯めていく。最初はお互いメインをばらまいて、どこまでマスターが距離を詰めれるのかなといったような展開でしょうか。そこ行ってやらないも早速マスター食らっちゃってしまっているようですね。さあどうなんでしょう。ゼータでもうまくなかなか、おっとこれサーブがうまく2体に当たって両方画面端に追い込んで、さあどうでしょう。マスターがうまくさばかれている。先ほどのリベロさん調子に乗ってましたからね、ちょっと2人で押し寄せるような感じでパン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 爆弾当てて爆弾当てて、さあ先にマスターが落ちてしまった。これかなり不利な状態。さあここでマスターどうする、覚醒のタイミングをうまく測っているのか。さあここでゼータにも爆弾が当たってしまって、ゼータもかなり体力が少ない状態。ダークもマスター落ちていないような状態だが、ここでムチでうまく迎撃されてしまう。これもかなりきつい展開。ここでゼータもうまく迎撃されて落ちてしまう。さあこれはどうだ。さあここでトロギス覚醒してゼータを落ち攻めていく。さあこれはどうだ。ゼータも思わず受け身覚醒、ダークが落ちてトロギスが未だに落ちない。これはもうかなり絶望的といったような状態か。ここでダークが覚醒、さあマスターにも爆弾が刺さって、いまだにゼータはなんとか耐えている。ここで爆弾をしっかり決めて勝ったのはザクトリス。この戦いは私たちの勝ちだな。佐藤は時代遅れのプレイヤーではないチームに王手をかける。佐藤なだけにプレーも甘いチーム。さあ対象、対象はライカルデスティニーと佐藤デスサイズ対、ヨシキシャゲと、シュリストフリですね。準備でき次第始めちゃってください。いやもう先ほどの試合も見て分かる通り、もうやっぱりもうマスターザクがきついと思う。とにかくしかもトールギスももう背負わせようとか言ってるだけで捕まえられないしね。もうさあここで決めきることができるか。ドッグファイトライブ、さあ注目していきましょう。大将対大将。さあ視点の方は、じゃあ皆さんお待ちかね YOSHIKI さんいきましょう。さあ開幕デスティニーデスタイズ側うまくシールドを貯めてできる。これでこの中距離はどうなんだ。やはりストフリシャゲ側が有利といった展開か。さあかなり緊迫したような展開。デスティニーとストフリがワンパンずつもらったような展開ですかね。さあ
あここでデスティニーがダウンして、さあここでうまくストーリーを画面端でダウン取って、ここから攻めていくのか、スタンのヨシキの下げの方は未だに登場なしといった展開。さあかなり相方のストーリーの方はかなり減ってしまっているようだ。さあここでどうするか、デスティニーが確定、下げにワンパン連備を決めて、その間にデスサイズがストフリを落としたようだ。ここでストフリが確定して、さあここでデスティニーがうまくストフリの確定を上から取っていく。ここでデスティニーが落ちる。さあデスサイズどうくるか、邪魔でうまくさばいてデスティニーが確定してストフリを攻めていく。ストフリはどうやら確定さばいたようだ。さあここでデスティニーの体力もかなりきつくなってきて展開。さあここでうまく剥がして、ここでデスティニー覚醒、これはストフリをもう一度落とすといったような作戦なんだろうか。さあここでシャゲが覚醒、邪魔を使ってうまくまずシャゲロンかけさばくといったところか。さあここでシャゲもミリになってストフリはいくつあるんだ。デスタイムもミリになる、これはワンチャンあるぞ。さあここで槍を刺していく、ここでコンボを決めようとするもなんとかカットされてしまう。さあここでもうほぼ全員ミリ、ヨシキだけは落ちていないような形、これでデスタイム確定、一気に決め切ることができるか。ストフリも思わず確定、デスサイズがうまく吸い込んだ。勝ったのはデスティニー、デスサイズが作戦は成功でしたね。勝利したのは佐藤なだけにプレイも甘いチーム。さあじゃあ先ほどのチームそのまんまでお願いします。じゃあ決勝いっちゃいましょう。